ベータから聞いたんだけど、マスターって嫌いな食べ物ないんだって。すごい。嫌いな食べ物どうやって克服？その方法教えてほしい。私見習う。それ無責任。言われて食べないで問題になった時、責任取ってくれる人いない。研究者責任重んじる。なるほど。例えば苦い食べ物でも苦味をなくし食べやすくすればいい。固定観念は悪。これは研究にも通じる。体が特定の成分を拒否する。そんなことあるんだ。それは知らなかった。そういう場合は食べるべきじゃないね。